市長、吉村市長、大阪市をこういうふうにしたいんやというね、熱い思いがあって、覚悟があって、橋本市長は命まで狙われたわけですからね。そういう中でもとことんやってやるという、この二人の熱い思いが今の大阪市を変えていってると思うんですね。で、ぜひね、皆さん方、堺をね、そういうふうにしていきたいんですよ。堺がどんどん弱なってるな、親戚とかが、今夜正月に来たときに、いやー、堺弱なってきてるやん、大鳥弱なったやん、こうね、言っていただけるのは、我々地域の住民にとっても非常に嬉しいことです。なんか大鳥赤いなってな、堺って寂れてるな、言われればね、やっぱり腹が立つ、なんとかええようになってやろう、こういうふうに思うのが、人間の情だと思いますんでね、ぜひね、一回ね、若い子にいらっしゃってください。吉村博文42歳で長藤秀樹は41歳、これね、通していただいたら2人でいろんな相談をして、で、まあ松井知事ともスクラムを組んで絶対にいいことができます。堺ええな、堺に行ってみたいな、堺で働いてみたいな、そういうふうに言っていただけるような町にして、皆さん方もね、子供さんやお孫さんも今ね、ほっといたらね、飽きませんよ。すぐね、東京へ行ってしまう。ね、東京へ行ってしまうと、東京はね、華やかな街です。私も平日おるから分かりますけど、華やかな街。あんなとこ行ったらね、二度と帰ってきませんよ。皆さん、子供さんやお孫さん、ね、こっちは年行って面倒見てほしいな思ってるのに、いやいや、もうお父さん自分で適当に役所行って話してきてな、言われてね、何のためにこれ手塩にかけて子供育てないやろうということにもなりかねませんので、堺が良くなって、大阪が良くなって、我々の子供たちがそこで住んで暮らして働いてやっていけるようなね、そんな町にやっていきたいと思いますので、ぜひ今回皆様方一回若い方にやらせてやってください。よろしくお願いいたします。ということでございました。私もそう思います。さあ本日はですね、大阪の一番北から第9区選挙区の支部長でございます足立康史衆議院議員、皆さんご存知ですか？もうね、いろいろ過激な発言でもう有名で全国的にファンも多数いらっしゃる足立康史議員。それでは長藤秀樹さんに対する応援で語っていただきましょう。それではよろしくお願いします。今日選挙に来てないけど、馬場幹事長
本当に長藤秀樹候補のためにですね、こうやってお集まりをいただいて本当にありがとうございます。皆さんね、今回ももういろんな方から聞いていただいて、状況、構図、政策もよく知っていただいている方も多いと思いますが、やっぱり改めて私、ずっと現場に入らせていただいて、こんな形でマイクに行くの今日初めて、いつもね、ビラ配ったり、気に立ったり、ちょっと そのままで来てしまいましたけどね。でね、本当にこの竹山陣営、共産党さんばっかりじゃないですか。街歩くとね、本当に共産党さんばっかり。竹山陣営は、一応ね、自民党、共産党、民進党、社民党、日本の心、ありとあらゆる既存政党がみんな応援されてます。組織は全部向こうについてます。ね。でもね、大阪の自民党ってあんまり強くないんです。ご存知です。大阪の自民党ってやっぱりだいぶ弱ってるんですね。だから、結局そうやって各政党みんなが集まって選挙戦すると、竹山さんの陣営はもう共産党ばっかり。で、僕この間ね、あるところで街頭演説してたらね、で、なんか、正気って言ってね、あ、正気か。正気って言ってね、選挙管理委員会から認められた旗を立てて演説するんですよ。で、それをね、そうじゃない外戦者がわーっとこう、僕のところに寄ってきたんです。で、ちょっとそれ、ちょっと大丈夫これ、ルール違反ちゃうとかいう話をしてたらね、共産党の人がうわーって最初5人ぐらいやったらね、30人ぐらい集まってきてね、うわ、足立がいるって言ってね、僕一応大阪ではそんなことないかもしれませんけど、たまに予算委員会とか出させていただくんで、共産党の人には有名なんです。だから、最初5人ぐらいやった共産党の方がね、10人、20人、30人で取り囲まれましてね、本当に怖かったですね。怖かったっていうのもございますけど、まあ、先輩方、ね、先輩方は多分、私が説明するのもおこがましいけど、ようご存知のとおり、まあ、共産党っていうのは怖いんです、ね、怖いんですよ。一応ね、破壊活動防止法っていうね、破防法っていう法律なんです。これは政治活動で非常にそういう破壊活動、暴力的なことをされる可能性があるところがね、指定されて、公安って言ってね、政府がそれ監視してるんです。で、共産党はその指定団体、監視団体なんです。政府がずっと共産党のが悪いこと政府になるんだ、ずっと監視、これは法律に基づいて監視してるんです。足立さん、そんなんな、共産党だって民主主義やねんから、ええやんと、おっしゃるかもしれませんけど、民主党政権の3年間も一緒だったんですよ。民主党政権3年3ヶ月の時は民主党が共産党を監視してたんです。あんまり知らんと、それぐらい怖いんですけど、ところがこの今回の選挙では竹山さんのところが共産党がどっぷりやってる。で、なんでそうなってるかって、やっぱり選挙が大事だから。彼らはあらゆる組織団体、企業団体が集まってそういうことをやってるっていうことをね、ぜひ知っておいていただきたいなと思います。共産党は僕が一手に引き受けますから、皆さんのところにはね、あんまりご迷惑をおかけしないように、共産党と民進党はね、なんかお困りの時は僕に電話します。みんな僕が一手に引き受けます。その上でやっぱり選挙ですから、市長選挙だから、私は皆さんにはね、やっぱり政策、それから人物、候補者の人物、政策と候補者の人物、これをね、やっぱり今日も含めて、よーく聞いていただきたい、よーく見ていただきたい。それは選挙ですよ、当たり前ですよね。政策と人物で選んでいただきたいと思います。私もね、長藤秀樹さん、本当によく存じ上げてますけど、先ほども馬場会長からもありましたように、大阪市長の吉村さんと同世代。で、深谷議員2期目で、吉村さんと長藤さんは一緒に橋本松井会館、松井知事の右腕として維新の活動をずっと支えてきてくれた親衛なんですね。青年です。だから本当に力のある人物であります。
ますが、残念なのは竹山さんね。あ、一応今日私悪口を言うために来てますんでね。普段はもうちょっと品がいいんですけど、役割分担ですからね、ちょっと許してほしいんですけど、いやー、竹山さんびっくりしましたね。皆さん気づかれました？今日の公営掲示板、公営掲示板ポスター貼ってるんですね。ポスターナンバー1番の長藤さん、ポスターナンバー2番竹山さん、今日からなんか顔がなくなってません？今日ね、ポスターがバーッと貼り替わって、顔の写真がなくなったんです。で、名前だけになったんです。隠さってもええやんね。いや、僕ね、竹山さんの顔もですね、可愛らしいと思いますよ。なんか、ガマガエルみたいな感じでね。だから、隠さっていいと思うんですけど、隠しちゃいました。で、選挙の争点も、結局何が争点か。中藤さんが、都構想はやれへんと言ってるのに、いや、都構想じゃなくて、無理やり違うこと言うでしょ。だから、そういうね、争点隠し、それから顔隠し、これはあかんでしょ、やっぱり。まあ、そのね、比べられると困るっていう気持ちも分かりますが、やっぱり制作と人物をよく見ていただいて、よく知っていただいて、選んでいただければね、必ず我々維新の会、中藤秀樹さん、当選させていただけると私は信じてるし、社会の未来も本当に明るい、こう思います。ぜひね、皆さん、大阪維新の会と中藤秀樹さん、知れば知るほど、ね、知れば知るほど応援したくなるのが維新の会だと私は思ってます。中藤秀樹さんという候補者も、知れば知るほど応援したくなる、そのように私は確信をしてますので、ぜひ皆さん、今日これから、もう、中藤さんね、ちょうどいらっしゃいって言っていいのかな、あそこで手振ってますけど、マイクを譲りたいと思いますので、皆さん、で、私たちもね、馬場会長も、高木参議院議員も、私も、24日まで、ずっとね、皆さんと一緒に、戦い抜いて、ね、そして、社会の未来を、皆様と一緒に作っていきたいと思います。大阪維新の会は、社会の皆さんと共に、社会の皆様のために、戦いますので、働きますので、またご支援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。組織も団体もついています。
らくこの中には自治会に入っている方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、自治会から現職の応援の要請来ませんでしたか、決起集会の案内来ませんでした、多分回ってますよね。そういうことを組織ぐるみでやってるんです。副市長から電話来ませんでした、ね、来た方たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、手挙げないと思いますから来ませんが、ね、そういうことをやってるんですよね。今私が戦っているのは古い行政の仕組み、古い体制なんですよ。もう今のこの社会の形態がまさにそこに象徴されています。今のこの社会、おそらく皆さん、私もそうですけど、社会のこと大好きで社会を愛していて、一生これからこの街に住み続けて、でも現実を見たら活気は昔に比べたらなくなってるし、一方で大阪市内に出たら、ね、大鳥から天王寺に出たらなんか発展してるし、この差にやきもきしませんか、贅沢ないですか。きっと変わらなきゃいけないと皆さん思ってると思うんですよ。でも今の体制を変えるのが怖い。自治会の仕組み、商店連合会の仕組み、いろんなことから要請があって現職の市長を応援しなきゃいけない、そのようなことを本当に日々聞いてですね、これこそ今の社会の停滞の原因だなと思っています。そしてこの今の強い強い相手に打ち勝たなくては、私は社会の発展はないと思っています。ですから今私が抱えているこの強い危機感、このまま人口がどん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 今減っています。社会人口が減っている社会の中でこの体制を続けたら、皆さんも堺立ち直れないと思いますよ。歴史の町堺言いますけど、未来を皆さん感じていらっしゃいますか。この堺に希望を持てる未来は皆さんありますか。子供や孫の世代に残したい堺がここにはありますか。私は本当に強い危機感を持っています。西国ニュータウンで育って、大阪府立大学を卒業して、そして堺区で府議会議員を2期6年やってきました。これからも堺に一生住み続けます。私はずっと停滞という堺を残したくないんですよ。昔は良かったという堺を残したくないんです。誰かいつかやらないとこの堺変わらないですよ。ですから私は今回、ね、政治生命だけじゃないですよ、自分の人生をかけてもこれから一生暮らしていく堺をなんとか変えたいと思っています。いろんな組織団体ついて政党もついて応援してますけど、そこに勝たないときっと市政運営なんかうまくいきません。それほどの覚悟と責任を持たなかったら今の社会は変えれません。私が抱えている強い危機感を、ね、一人でも多くの方に共有をしていただいて、ぜひ社会の発展のためにお力を貸していただきたいんです。今のこの社会姿勢問題点、まあ、先ほど安田議士は悪口言いに来たと言いましたけど、私は悪口は言いません。課題だけして共有しておきます。今の姿勢の一番の問題点はできているつもりになっている、嘘ついてると思ってないんですよ。私現職の選挙候補でも子育て関西ナンバーワン、7年連続黒字、流入が政令市にいろんなこと書いてますよ。多分本気でこの社会ができていると思ってるんですよ。この社会が成長していると思ってるんですよ。そのズレが本当に怖いなと思っています。世論調査を取れば成長していると答えた方は1000人中、ね、6%、 停滞衰退が合わせて 73%。 しかし現職の市長はどこを見て停滞していると言ってるんですか、ね、社会は成長してます。皆さん、活気があると思いますか。今の社会に、大鳥商店街に、夏祭り以外で皆さん日々どうですか。夏祭り行きましたよ、すごい人出でしたよ、翌日通りました。私の地元のね、山の口商店街も同じなんですよ。本当に今の現状を、イベントがあるから、祭りがあるから、その日だけが活気が出ても仕方がないんです。ですから、現実を直視をしてやってます、できてますじゃなくて、今の課題をしっかりと直視をして解決していく、それをしないといけないんです。今の社会姿勢に一番必要なのは挑戦です。
課題を解決するための挑戦をしていく。そして現職の市長にできなくて私にできるものは改革です。私の応援団は自民党でも共産党でもありません。思いある市民の皆さんです。市民の皆さんも毎日頑張れ負けるなという声をいただいて、それを改革のエネルギーとして戦っていく。その先に私は社会の成長があると思っています。今のこの社会姿勢、西区役所、皆さんの要望を私は聞き届けているとはとても思えません。イベントに参加して盆踊りに挨拶をして、それだけ本当に課題解決できていますか。今日ここに来るまでに北一番の踏切通りました。皆さん北一番の踏切危なくないですか、ね、朝の通勤時間渋滞して自転車と歩行者が入り混じって子供を通るんですよね。この大鳥小学校来るんですよね。この課題をじゃあどうやって解決するのか、今まで真剣に政治家が、そして行政が、市長がやってくれましたか。本気で解決するために動かなきゃいけないんです。この小学校避難場所になってますよね。雨漏り大変じゃないですか。雨が降って雨漏りする避難所だったら安心して過ごせませんよ。そのような課題を聞き取って解決していかなきゃいけないんです。やった気になってダメなんですよ。それをしっかりと解決する姿勢がまさに必要なんです。小さなところからでも改革を進めていく、そしてその姿勢が大きな改革へとつながっていく、市民の皆さんの安心安全そして希望へとつながっていくんです。今の市長ではできないこと、現時点でできないことが2つ大きく例を示させていただきます。1つは水道料金の値下げ。皆さん、堺の水道料金高いと思いませんか。高いですよね。そうなんですよ。今の市長は10月から50円下げると言っています。値下げ、まあ、ちょっと失笑がね、来ましたけど、今、一家4人の家族で平均して使う水の量は25ミリ、でそれで1ヶ月の代金は6300円です。2ヶ月経つとだいたい1万2、3000円かかります。1万3000円として50円値下げが実現すれば1万2950円になります。水道料金下がったな、良くなったなって思いますか。これは選挙前のパフォーマンスです。私は水道料金大幅に値下げをすることを今回掲げています。でも改革なくして今の姿勢のままだと絶対にできません。上水道は毎年毎年借金を積み重ねて運営をしています。下水道は過去に整備した時の借金が2700億円ですよ。それが積み重なっている。堺だけでは絶対にできません。50円精一杯、これを変えようと思えば、例えば近隣の市町村、大阪市みたいに下水道事業を民営化した市町村もあります。周りの市町村と連携しながら協議をしていく、大阪全体で考えていく。大阪全体で考えると大阪府と大阪市の浄水場があります。水をもっと効率的に使います。大阪全体で考える。そして民間の力を借りる。いろんな方法が今はあるんですよ。30年前はそんな仕組みありませんでした。でも今はどん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 新しい発想が出てきて、新しいサービスが出てきて、企業が挑戦をして仕組みがあるんです。でも堺市政はそこに固まった考えで古い行政をずっと続けようとするんです。堺だけで、堺だけでやろうとすれば市民の皆さんの生活は向上しません。ですから水道の根本は安心安全、皆さんが安全に使っていただけることが大前提。その上で安い水道料金を実現することは可能です。大きな視野で考えて水道行政必ず値下げを実現します。そしてもう一つ、東西交通網。皆さんずっとこの東西交通網を聞かれていませんか、ね、私もこの頃世代から言われてましたけど、紐解くと1800年代から言われてるみたいです。今からね、百数十年前から。堺は大鳥居から天童寺行くのもね、一本できますよ。私の住んでいる堺駅から難波ものすごい行きます。南北の路線はいいんだけれども東西の交通が不便だということをずっと言われてきている。でも解決しないんです。今の市長が取るときに LRT
世代型の路面電車、これを廃止、中止を公約にしております。その後何も解決策が示されず、新陳電車半回線に毎年5億円を10年間50億円投資をするという、自立なくして補助金だけを渡せるという愚策、私はそれは絶対ダメだと思いますよ。そういうことを続けています。私はきちんと精査をした上で東西交通の任期の4年間に計画に着手をされています。その方法がじゃあ次世代型の路面電車がいいのか、次世代型のバスがいいのか、モノレールがいいのか、地下鉄がいいのか、シミュレーションして世界の大きなビジョンを描いて、これから世界の皆さんにとって何が必要なのか、そして大きな事業ですので子どもや孫の世代にどのような財産を残していくのか、しっかりと検討して、そして観光客の誘致、街づくりのビジョン、そして大阪府国からの、ね、お金が、例えば世界がこれだけ出すから大阪府もこれだけ出せという交渉ができるのかどうか、それをしっかりとまとめ上げて、資料にまとめ上げて交渉して計画に着手をしていきます。今の市長は今回マニフェストにモノレール名刺に掲げていますが、絶対にできません。なぜか身長だけだからです。要望するだけなんですよ。紙一枚出してやってください。将来の世界でもそんな簡単なことができたら苦労しませんよね。進めるためには覚悟を示して、うちがこんだけやるから、これだけ計画立てたからぜひ協力してくれという姿勢が必要なんです。それなくしては実現しません。ですから東西交通網の実現に関してはきちんとシミュレーションを立てて、採算の見通しを立てて、そして世界の分担、大阪府の分担、さまざまな条件を加味して4年間の間に計画に着手をします。今の姿勢でできないことがたくさんあります。今できるんだけれどもできてないこともたくさんあります。まあ、今回私がマニフェスト8月の後半に出しました。その1週間後に今の市長が出しています。とてもよく似ています。多分ね、私のマニフェストを見ていろいろと練り直したと思うんですよ。多分私が選挙出てなかったら今の市長のマニフェストはありません。でもそれでもいいと思っています。私が挑戦しなかったら今の社会姿勢のままですから、8年間なんでできなかったかと思うんですけど、それでもマニフェストを掲げて挑戦をして、少しでも世界市民の生活が良くなるのであれば、私は挑戦した価値があると思います。でも私のマニフェストは後から出した市長のマニフェストよりもよっぽど良いものができていると自負をしています。幼児教育の無償化、中学校給食は全員給食、お出かけを終えます、日数だけではありません。範囲も今大阪市長の、ね、吉村さんと相談をしています。大阪市内や他の市町村とも連携して世界を超えても使えるようにならない。がん検診の無償化、無償化だけじゃありませんよ。利用できるところも区役所やいろんな施設でできないか、土日も利用できないか、そういうことも検討をしています。老老介護、一人暮らしの支援、着実に行っていく窓口を設けています。障害者の方が子どもからご家族、そして成長して就職するまでしっかりとサポートしていく、こここそまさに行政が支えるべき役割があります。母子家庭の方、若いお母さんが養育費を取れずに子供を必死になって育てている、そういう現状があります。本当に困っている人を救えなければ行政の意味はありません。今この堺市政令指定都市堺という冠はあります。でもその力を全然活かしきれてないんです。私はこの年間政令指定都市堺の限界に挑戦したいと思っています。政令市堺がここまでできるんだという限界をぜひ皆さんに聞いていただきたい。区役所でここまでできるんだ、ここまで市民の生活を支えられるんだということを挑戦をしていきたいと思っています。この堺には可能性があります。大きな可能性がある。歴史も伝統も文化もあります。大阪市に負けない魅力がたくさんあります。祭りももうすぐあります。でも時間がありません。今堺は人口を減り続けています。高齢がどんどん進んでいます。かかるお金は増えるのに入ってくる収入は少なくなる。時間との戦いです。ここで変えないともうチャンスはないと思っています。私は強い危機感を持ってこの市長選挙に臨んでいます。時間はあと8日間しかありません。お会いできる数も限られています。通るには20万票が必要です。20万票の方と多分お会いできないと思います。ですからぜひここにいらっしゃる皆さんが今日私のお話を聞いて長藤言うことは分かると思ってくださったら
周りの方々にご協力を求めても結構です。お広めいただいて、ぜひこの社会を変えたいんです。皆さんの今の暮らしももちろん、これから先10年後、20年後、50年後、子供や孫の世代にも素晴らしい社会を、財産を残していきたいんです。社会を守るためには改革しかありません。ぜひ皆さんにご協力をいただきたいと思います。そして、まあ、投票日、残念なことに、今回ですね、9月24日投票日、前の日は断食の試験日ですよね。若い方がね、いけないですよね。試験引きで疲れて、ね、もう肩とかね、ひとりとの肩を引くのもね、もう走り回ってひとりとなって、でも皆さん、若い方にぜひ伝えていただきたいんです。お子さん、お子さんに、ね、今日来ている若い方、もう今でも、ね、日中、夜8時まで、期日前投票、役者やってますから、もうぜひ、断食のことでね、疲れる前に、断食も大事ですよ、祭りも大事。でも、選挙も大事。特に、若い皆さんにとってはこれからずっと暮らしていくこの街が変わるかどうかの今節目です。ぜひ皆さん引っ張っていってください。若い方ね、団地も大事、でも選挙も大事なので、支援引きの独立ですが、その前か、もしくは、ね、疲れた体を押してでも投票所に足を運ぶように伝えてください。私、坂井市長候補、長く素敵、大好きな坂井のために全身全霊、そして私の人生をかけてもこの社会の再生必ず実現したいと考えています。社会のためにできることすべてを行っていきます。停滞化、成長化、長藤関、どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、お出迎えをしていただきたいと思います。今回はですね、入り口の方に皆さん